そうですね、なんかそのエンタメになりやすいなっていうのはすごい最初にやっぱ思って、で、まあ、カジノもそのシンガポールで行った時になんかビップルームあったりとか、きらびやかな感じ、あそこと歌とかショービジネスってすごいリンクするなっていうのも思ったんで、あの、まあ、話いただいた時からもう最初からもうワクワクしたというか、うん、あのぜひやってみたいなっていうのは感じましたね。当然エンターテインメントとして、成立させるというか、まあ、あの皆さんにお金を払って見ていただくっていうものにはなるので、ある程度最初から形を作りたいんですけど、一方やっぱりそのお客さんも含めてみんなでこう育っててもらいたいコンテンツでもあるとは思っているので、今日あのいろんな方のこうプロフィールだったり歌だったりダンス見せてもらって、伸びしろっていうところはすごい気にしてあのチェックしてましたね。初舞台がどういうクオリティになるのかはちょっとまだわからないんですけど、そういうところも含めて楽しんでもらえるようなものになればいいなっていう観点で今日はちょっと見させてもらいました。目の部分というか人間性の部分っていうのも、まあ、判断材料の一つとしてあの見れたらいいなと思います。あの同じ実力であれば当然いいやつと仕事したいし、その方があの表面にも出てくると思うんですね。そういう人間性とかっていう部分に関しても今度皆さんとこう実際にお会いして皆さんのパフォーマンスとか、まあ質量等とかっていう部分で、その辺をちょっと掘り下げて見ていけたら、まあその今回の9人の夫人というかもう、まあ、見えてくるのかな、おのずと見えてくるのかなっていう気はしてます。